は、誘いをかけながら、釣りをしています。まずは見えびを入れて、誘いっていうのは、仕掛けを入れてから竿を上下に動かすやり方ですね。こういう風に入れてリールのベールを開けます。で下に落としたら、もうちょっとかかりましたけど、こういう風に竿を上下に動かします。で、今ちょっと網エビの粒があるんですけど、こういうところに魚が集まってきますんで、こういうところで仕掛けをこう上下にすると、追い食いって言って、いっぱいかかるようになります。で何匹がかかるとまた群れがどっかへ散ってしまいますんで、これでまた上げてきます。で、リールを巻きながらこういう風に上げてきて、仕掛けの魚のかかってる上のところを、持ちます。でこれで、竿を一旦置いて、仕掛けの上の方からアジをこう外していきます。これはちょっと背中にかかってるすれがかりというかかり方ですね。でこれはちょっと飲み込んでます。針が見えてませんので、こういう時は魚を持って糸をキュッとこう引っ張ると外れます。でこれはもう皮一枚ですね。唇の皮一枚だけにかかっているやつです。これはもう針を逆さまにするだけで落ちます。でこれはこの横のところにかかっているやつですね。はい、これも釣れたのも全部丸味ですね。